はいどうも、奥大輔です。今チャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題を日々、お話をしております。で、今はですね、もちろんキャンプ中ということで、キャンプ情報をですね、中心に、練習試合とかですね、紅白戦なんかがあったら、そういうのをですね、振り返って、お話をしたり、まあ、他にもですね、いろいろ動きがあったりしたら、そういったところをですね、こうしてお話をさせてもらっております。で、本当でしたらですね、昨日練習試合があったんですよね。今日が15日なんですけれども、月曜日ですが、昨日の14日の日に、練習試合が広島とかな、組まれていたんですけれども、残念ながら雨天中止ということで、ちょっとね、今シーズンのキャンプはなかなかこう、天候に恵まれなくてですね、いくつか試合が流れたりしてますよね。やっぱり対外試合はね、紅白戦と違って、やっぱり色々と対外試合の方が学べることも多いだろうし、まあ見ててもですね、こう発見が多かったりとか、あとは若手がですね、アピールする場もやっぱり紅白試合よりかはやっぱ対外試合の方が大きいのかなということで、対外試合がね、なくなるっていうのはやっぱりちょっと残念かなっていう感じですが、まあ先発予定が青柳投手だったということで、まあ早くもですね、本領発揮かなみたいなそんな感じですが、なので、ちょっとですね、練習試合、まあせっかくね、昨日ちょっと楽しみにしてたんですけど、なくなってしまったということで、まあ何をですね、お話ししようかなと思ってるんですけれども、まあこのキャンプの中で、目立つ選手がですね、ちょこちょこと、この選手がいいなとかですね、この若手アピールすごいしてるなみたいなのが、いくつかですね、こう、分かってきたので、まあそんな話をしようかなと思ったんですけれども、ちょっとですね、その阪神のキャンプにですね、新庄さんが来られたということで、すごく話題になってましたんで、今日はですね、ちょっとそれをですね、まあせっかくのお話をしたいなというふうに思っております。まあテレビの企画で来たらしいんですよね。TBS のあの、夜やってるですね、スポーツ番組の企画でですね、新庄さんがプロ野球のこうキャンプを訪問するということで、で、まあ、阪神をですね、選んでくださったということですよね。やっぱり嬉しいですよね。その、まあ、新庄さんといえば、まあ、日本ハムには在籍をしていたということですけれども、やっぱりですね、やっぱりその、こういう、阪神に来てくれるっていうのは、それはまあ、阪神ファンとしてはやっぱ嬉しいところかなというふうに思っております。まあ、特にですね、今シーズンはその無観客で行われてますから、やっぱりどうしてもね、その、ちょっとね、盛り上がりに欠けるところがありまして、まあ別にね、キャンプはそんなまあ、盛り上がってもしょうがないっていう意見もあるかもしれませんけど、やっぱりですね、プロですから、そういったところもすべてこう、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、プロフェッショナルとして、こう、お客さんに楽しんでもらうっていうのは大事だと思いますし、そういうのも一つの練習だというふうに思うんですよね。実際に公式戦で、前のお客さんの前でですね、パフォーマンスを発揮できるかどうかっていうのの、まあ、一つこれもキャンプから練習するということですから、ね、誰もいないところで、ノープレッシャーでやったら当然ね、いいパフォーマンスできるのは当たり前なんですけども、お客さんの前でそれができるかどうかっていうのがプロかどうかっていうですね、まあ、分かり道になると思いますから、特に若手とかですね、ルーキーの選手なんかは、前のお客さんの中でですね、こう、プレーをするということにやっぱり慣れていかないといけないということで、ちょっとね、寂しいところもありますし、やっぱり若手にとってはですね、ちょっとそういったところは経験できないっていうところがですね、どうしてもあんなことないということですけど、やっぱり新庄さんがですね、一人来るだけで、やっぱりですね、報道陣とかですね、そういったところがすごいこう動きが出てきてましてですね、まあテレビでこう見てましたけれども、確か、紅白戦がですね、あった時ですね、これもその、対外試合がですね、雨で流れて、まあ急遽組まれた紅白試合があった、その日にですね、新庄さんがこう来ていたということで、本当にですね、スタンドのですね、新庄さんのところをこう各社のカメラがこう撮るみたいなですね、もう本当にそんな、大注目を浴びてたっていうそんな感じでしたよね。で、まあ、新庄さんといえばですね、まあ僕今43歳ですけれども、僕らの世代からしたらですね、この野球見始めた頃のスター選手なわけですよね。92年にブレイクしましたよね。亀新フィーバーって言ってですね、まあ無名に近かったんですけど、当時ね、新庄さんなんか無名に近くてですね、まあ、オマリー選手がちょっとね、欠場した時に代わりにこうサードに入って、そこでブレイクをして、でそこから一気にスターダムにこう駆け上がっていったっていうですね、まあ見た目も花がありますし、やっぱり守備が素晴らしい超一流ということで、特に若い女性のファンの方中心にですね、もう本当に寮に出待ちがですね、こう来たりですね、もう本当にそんなフィーバーでしたよね。で、その頃僕中学生ぐらいだったんですけど、その辺からですね、ようやく、まあ、テレビとかではね、小学校の時からも見てましたけども、実際に球場に行ったりですね、そういうことができるようになってきたのは、まあ、そのぐらいからですから、やっぱり球場で実際に見てですね、このプレーを見た時のスター選手というのは、まあ、この新庄選手なんですよね。本当にですね、もう、このスタンドから見てると、やっぱりもう、プロはね、みんなすごいんですけど、新庄さんの外野守備、やっぱりもう、一つも二つも違うんです。桁が違うんですよね。本当にもう衝撃を受けるですね、そんな外野守備ですよね。足も速いしですね、もう本当に、球際にも強いし、落下点まで一直線に行きますしですね、で、まあ、あとは肩が強いっていうですね、本当にもう超一流の外野守備をこうやってたなっていう感じですよね。
で、まあ、それ以降ですね、新庄さんがメジャーに行った後、当然外野はですね、新庄さん以外の人が入れ替わりでですね、当然こう守っていたんですけど、やっぱり新庄さんを今思い返しても、新庄さんを超える外野守備をですね、見せてくれる選手っていうのはなかなかいないなっていうところですよね。新庄さんの後、赤星さんがですね、守ってましたけど、赤星さん足は速いですけどね、やっぱりその、まあ、赤星さんの守備も一流なんですよ。一流なんですけど、やっぱり新庄さんと比べるとどうしてもこう、見劣りしてしまうっていうですね、そんな感じですよね。で、今はですね、近本選手がセンターを守ってますけれども、近本選手もですね、当然守備範囲広いしですね、数字を見ても素晴らしいですね、外野守備をこうやってるんですよね。データ的に見たら、セリーグで一番ですね、外野守備はこういい数字を残しているんですけど、まあ、やっぱ印象的にですね、ちょっとまあしょうもないエラーがあったりとかですね、やっぱりちょっとね、どうしてもこう、まあ、球際でちょっとね、弱かったりとか、そんなんがあって、イメージ的にそんなに守備がですね、超一流っていうイメージになってないのがちょっと残念なんですよね。だから、ゴールデングラブ賞もですね、取れなかったですね、昨シーズン。数字、データだけで見たら、圧倒的に近本選手が一番ですね、いい数字残してるんですよね。視察も確か一番多いはずなんですね、去年ね。なのに、ゴールデングラブに、選ばれなかったっていうことは、やっぱりそれ何かね、原因があるわけですから、こういったあたりはですね、ぜひともこの、まあ、それこそ新庄さんのですね、プレーなんかをこう参考にね、ぜひしてほしいなっていうところで、まあ、新庄さん来られてましたからね、せっかくね、来るんだったらいろいろね、そういったアドバイスしてくれたらいいのになと思ってましたが、まあ、実際ね、もちろんコーチで来てるわけじゃないので、実際はですね、スタンドから、こう、いろいろこう、プレーを見ながら感想をこう、喋っていると。で、それをこう、テレビカメラが撮っていて、それがテレビ番組で流されたんですよね。昨日のですね、夜の番組で流されてまして、まあ、やっぱり外野守備についてですね、いろいろお話をされてました。すごく印象的でしたよね。で、やっぱりですね、やっぱりどうしても見てると外野守備が気になるみたいで、さっきも言いましたようにですね、その日紅白戦が急遽組まれたということで、シートノックをやってたんですけど、やっぱ外野もですね、シートノックを見ながら、やっぱりですね、新庄さんいろいろこう、あ、それじゃダメだっていうふうにやっぱ思われたようで、そういうことをいろいろ言われてましたよね。で、ぜひともですね、そういった話はですね、絶対そのテレビ番組はですね、皆さん見られてると思うんですよね、その、新庄さん来られてたということで、ぜひとも参考にしてもらいたいなというふうに思います。まあもちろんね、そのプロの話ですから、僕らが見ても、なかなかね、ピンとこない部分もあるんですけれども、まあ大雑把に言うとですね、その打球が上がってからですね、要するに打ってから動いていると、今の阪神のですね、外野手は。ちょうどその時ですね、新庄さんが、これじゃダメだっていう話をしてた時に、ちょうどノックを受けてたのが、井上選手だったんですけどね。井上選手、その試合の時はですね、センターでシートノック受けてたんですよね。まあ、本来はですね、両翼どっちかっていう感じなんですけど、まあ、たまたまその時センターでノックを受けてまして、そのノックをですね、打つ打球音が聞こえてから足が動いていると。それではやっぱり、もう追いつくものも追いつかないということで、で、現役の時のですね、新庄さんの映像がですね、こう、映されたりしてましたけども、新庄さんはもう打球が打つ前から足を動かしていると、走る準備をしているということですよね。まあそれをやろうと思ったら当然ですね、球がどの辺に飛んでくるかってある程度頭で理解しないといけないんですね。ということは当然相手のですね、バッターの傾向であったり、ピッチャーの配球なんかも当然読んでないといけないんですけども、そういったところもですね、そういったまあ嗅覚みたいな感じですかね。この辺も新庄さんはですね、やっぱり現役の時はすごかったんですよね。一球一球守備位置変えてましたよね。実際ね、球場で見られたことのある方はよく覚えてると思うんですけども、一球一球ですね、微妙にこの守備位置を変えてですね、で確かにその、打つ前から走り出してましたよね。投球と同時にですね、もう足をこう動かしてですね、まあ、まあ、どっちの方向にでもすぐ動けるようにっていうことですよね。まあ、もちろんね、その、投げた瞬間に落下点に向かって走っているということではないでしょ。その、投げた瞬間にこう動けるように、こう下半身をですね、足を動かし始めて準備をすると。で、球が上がった瞬間にはもうそっちの方に走り出しているということで、やはりですね、新庄さんの話によると、それだけでやっぱり4メーターぐらいこう守備位置が変わると、守備範囲が変わるということですよね。で、それをやっていることによって、やっぱり取れる打球が取れたり取れなかったりするということですから、そういった話はですね、もうぜひとも、ことね、現役の皆さんにはですね、参考にしてもらいたいなというふうに思います。やっぱり外野守備もですね、今ちょっと阪神の外野守備、やっぱりちょっとね、まあ近本選手がまあセンターで頑張ってますけど、それ以外の両翼の選手はなかなかですね、こう、まあ上手いとはなかなか言えない選手が多いかなと思いますから、やっぱりそういったですね、まあ新庄さんのアドバイスなんかを参考にしてですね、少しでも、ね、急に足速くなるっていうのは無理ですけども、できる、ね、今からでもこうできることってあるはずですからね、やっぱり守備をこう強化するっていうのは優勝に向けて大事かな
かなと思いますから、そのですね、新庄さんのアドバイスをですね、ぜひ参考にしてもらいたいなというふうに思ったりもしています。特にセンターのですね、まあ、近本さんなんかね、新庄さんがきっちり教えたら、もう球界を代表するようなですね、守備の名手になれるポテンシャルはあるんだろうなと思うので、その辺はですね、ぜひとも、こう、少しでも吸収をですね、できるところはしてほしいなというふうに思います。あとですね、まあその、守備の話、やっぱりですね、結構長めの尺を取ってですね、お話しされてましたけれども、それ以外はですね、糸井選手にこうインタビューをですね、人生初インタビューということで、されてましたけども、やっぱりですね、なかなかこう、見てると、聞き出すというよりかは、やっぱり自分が喋るですね、時間が、やっぱりどうしても長いかなという感じですけども、まあそれもですね、新庄さんのまあ持ち味かなというところで、まあ糸井さんも喋りやすくしてましたよね。ちょっとだけ日本ハムで被ってるんですかね。そんなにね、長いこと一緒にやってたわけじゃないですけど、少しだけ日本ハムで被っているということで、やっぱりね、糸井さんなんか見てるとなんか新庄さんっぽい感じですよね。だからなんかこうね、波長が合うのかもしれませんけれども、その、糸井さんがですね、もう進退をかけて今シーズン挑むというところなんですが、まあ、糸井さんはですね、糸井選手ちょっと膝に怪我があるということで、去年もですね、やっぱ膝が不調ということで、なかなか走れないしですね、打つ方にもやっぱ影響があるということで、成績がこう落ちてきているということで、まあどうすればいいかということなんですけど、まあ新庄さんはですね、もう引退するつもりでやれというですね、ことですよね。その新庄さんね、覚えてる方も多いと思いますけども、その4月ぐらいに引退発表したんですよね。で、この今シーズン限りで引退しますっていうのを4月に発表したんですが、その新庄さんもその時ね、その結構怪我が多くて満身創痍っていう状態だったんですけど、その引退発表したらですね、一気にその痛さがなくなったっていうですね、まあ本当かとか知りませんけど、やはりそういうことを言われてまして、やっぱりですね、引退をするということで、まあ気持ちが楽になったということと、あとね、余計なこう呪縛みたいなものから解放されたということと、もうあとはもうこれで最後やという、そういったですね、気持ちの高ぶりみたいなのがあるのかもしれません。そういうことで、怪我がですね、痛さがなくなって、で、最後のシーズン、いいプレーができたということですよね。だから、まあまあ、まあ実際にね、引退するかどうかあれですけども、引退するぐらいの今年でもう辞めるぐらいのつもりで、やったら、ね、痛さは少しはマシになるし、いいプレーもね、できるようになるというふうなことをですね、アドバイスをされてましたよね。まあ、もう40ですから、糸井さんですね。新庄さん、引退したの34歳ですからね。まあ、もっともっとできるのになってみんな思いながらですね。まあ、惜しまれつつ引退っていう感じだったんですけど、もうね、糸井選手なんかはもう本当にもう40ということで、もうね、やりきったと言っても、まあ、いいぐらいの、まあ、年齢ではあると思うんですが、やっぱりですね、現役で今シーズンも契約している以上はね、最後の最後まできっちりとですね、こう、やっぱりいいパフォーマンス見せてほしいですからね。その新庄さんのね、このインタビューが、糸井さんのですね、糸井選手の今シーズンのですね、こう、活躍につながってくれればいいなというふうに思いながら見ておりました。その、まあ、新庄選手はですね、34歳でこう引退しましたけど、まあ、本人曰くですね、まあ、飽きたと言ってましたよね。もう毎年毎年同じことするのがもう飽きてきて、もう34でもうね、嫌になって辞めたというふうに言ってましたけども、まあ、新庄さん曰く、まあ、40までやってる時点ですごいことやということをですね、やっぱり言われてましたし、僕もそう思うんですよね。やっぱり阪神ファンはですね、成績下がってきたらやっぱり厳しいこと言いますよね。どんなに昔活躍してですね、どんなに以前こうね、阪神のためにこうね、こう成績を残してくれていた選手でも、やっぱりですね、こう、晩年になって成績下がってきたらやっぱボロカス言うんですよね。その、金本さんもそうだったし、鳥谷さんもそうだったしね、今で言ったら福留さんとか糸井さんもそうですよね。どんだけ優勝に貢献をですね、してくれた金本さんとか、ね、鳥谷さんでも晩年ね、やっぱりこうパフォーマンス落ちてきたらやっぱファンはボロカスに言うということで、ね、この辺がまあ阪神のですね、厳しいところかなと思うんですけれども、そこをですね、やっぱりこう乗り越えて、もう一花糸井選手なんかにはこう頑張ってほしいなというふうに思います。特にね、今年はベテランの選手が一気にいなくなりましたから、まあ、やっぱベテランのですね、人のこの存在感っていうのも絶対にですね、優勝を争う上では必要かなというふうに思いますので、このですね、新庄さんのインタビューをですね、この糸井さんがうまくですね、自分のこのパフォーマンスを上げるためにですね、こう活用してもらって、もう一頑張りしてもらえたら、新庄さんがですね、来てくれた意味があるのかなというふうに思っております。はい。ということでですね、まあまあ、ちょっとね、今日は新庄さんが来たという話題をですね、取り上げさせていただきました。まあ、やっぱりですね、やっぱりプロには花が必要だなっていうのを改めてですね、感じましたし、新庄さん今でもですね、マスクしてましたけど、ずっとしてましたけど、それでもいるだけでオーラが違います。テレビ越しでもですね、全然違うんですね、やっぱりね、新庄さんがいると。やっぱプロの選手ってやっぱそうあるべきかなというふうに思いますから、やっぱりですね、阪神の選手、今ね、若い選手が多くて、ちょっとですね、そういった面が少し今、足りてないかなと思いますので、その辺もですね、見習ってほしいなというふうに思います。プロとしてやっぱりね、花のあるプレー、花のある選手になってもらいたいなというふうに思います。特にね、近本選手とか大山
選手あたりはですね、もう一つこのアピールをですねしてもらいたいなというふうに思っておりますので、その辺もですね、新庄さんが来てくれたということを一つ糧にしてですね、頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、まあ新庄さんが来たというお話をさせてもらいました。明日はですね、実は対外試合があるということで、練習試合ですね、楽天戦が組まれておりますので、もしですね、まあちょっと僕見れるかどうかわからないですね、昼間にやりますからね、見れるかどうかわからないんですけれども、もし、見ることができたり、まあ、もしくはですね、結果が、なんかの形でですね、見ることができたら、それについてお話ししたいなと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。